はい、ということで、まあ、今回は川崎戦振り返ります。まあ、ほんと先ほど終わったのでね、まあ、ほんとにすぐの、振り返りとなるんですが、もうちょっと、負けて、ちょっとすぐなんで、ちょっと気持ち的にはちょっとね、めちゃめちゃ落ちてるんですけど、まあ、負けたーって感じですね、まあもう。まあ先制点許す前までは結構良くて、まあ先制点許されてからちょっと流れが悪くなったんですけど、まあ後半の入りはすごい良くてね、本当に同点に追いついてね、同点シーン。まあ形は本当良くて、中に3枚入った状態でマイナスにクロス上げて白崎選手が押し込むっていう、本当綺麗な形でして、まあその後すぐにまた逆転するというね、最高の形で迎えたんですが、やはり、ここで逆転されるのがもう今のエスパルスって感じですね。はい。まあもちろん川崎のね、勝負強さもあるんですけどね。ちょっと負け方がよろしくなさすぎますね。やっぱり2-1になった時にもう1点取れれば勝てたんじゃないかなと思います。まあ多分皆さんは合ってると思うんですけど、やっぱエスパルスは2-1だと勝てないっていう感じなのでね。まあ本当1点差だとエスパルスは勝てないんで、まあ本当2点差以上つけないと ちょっと厳しいですね。まあ、ちょっとこの試合もセットプレー2発でやられて、まあ、プラスもう1点はまあ、小林悠選手のゴールだったんですけど、ちょっとセットプレー2失点がちょっともったいないっていう感じですね。いやー、本当に悔しすぎる、マジで。ちょっと本当に今終わったばっかり、本当に急遽動画撮ってるって感じなのでね。ちょっとあれなんですけど、マジで勝てないね。まあ、次は本当ジュビロ磐田、静岡ダービーなので、本当に次勝たないと、本当に正直、落ちると思ってます。はぁ。って感じです。もう、まあ、次の岩田絶対勝ちましょう。はい、まあ短いんですが終わります。黙ってしまうか